あのバイクはどなたのですか？あ、自分のです。あ、撮っても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あれしても。あ、本当ですか？あれは何 cc なんですか？あれ75ですね。75、あれは湿式、乾式クラッチですか？乾式か、ぜひエンジンかけたとこあれですね、撮ってみたいですね相当でかいですよ、乾式の音が。ドカティは そんなことないですか、うん、そんなことないですね。 NSR よりでかくないですか？ NSR の方がでかいです、ね、あ、本当ですか、うん、へえ。これはの全然ノーマルではない形は。こんな形なんですか？形はノーマルじゃないですね。あ、セパハンはセパハンですか？セパハンはセパハンですね。へえ。でもあんなに垂れてない。ノーマルですか？ノーマルとは、うん、ノーマルは。ノーマルはね、どうですかね、まあ、中身ですかね。へえ。タンクは違いますね。あ、違うんだ、うん、あー、やー、じゃパッと目全然元がわからない感じですか？そうですね、元はちょっと違いますかね。あ、え、カウルもないんですか？カウルはありますね。 あるんだ、はい、あー、うん、なんか YouTube かなんか。 YouTube 出しても大丈夫ですか？だけ。あー、了解です。はい、これ何年式ぐらいのとかでいいんですか？87、86ぐらいですね。うーん、じゃ結構古いですね、そうです。手に入れたのはいつ頃ですか？20年ぐらい前です。これなんていう、どこででもなんていう名前なんですか？ F1 ってやつです。F1 ってあの F1 から来てるんですか？いや、そういうわけじゃないと思うんですけど。これ何気筒ですか？2気筒です、ね、あ、2気筒なんだ、ね、へー。あ、V 型かです。はい、じゃあノーマルはエンジンとかフレームぐらいですか？うん、そうですね。まあ、フレームもいじっちゃった。あ、いじってるんですか？ええー。はぁ、なるほどね。ホイールはノーマルですか？ホイールは違いますね。違うんだ。じゃあ、もう全然わかんなくなってますね、じゃあ。へぇ、これが欲しくて20年前に手に入れたんですか？たまたま出てきた車、バイクがこれだったんですか？まあ、それはまあ欲しくて買ったんですけど。欲しくて探してこれ出てきたってことですか？うん、そうですね。個人売買ですか？これはバイク屋さんですか？うん、そうですね。へぇ、どこでいい専門店ですか？いや、そういうわけ。あ、そうじゃなくて。そういうわけじゃない。じゃあ探してくれって言って探してもらった感じですか？というわけじゃもうないんですけど、探しててそのお店にあるってことを聞いて行ったみたいな感じですか？じゃあ、いや、いつも行ってるバイク屋さんだったんで。あ、そういうこと、あ、なるほどね、で自分で改造したんですか？やったところもあるし、まあ、そうですね。ほぼノーマルで手に入れたってことですか？いや、ある程度。ある程度やってあったんだ。手が入ってて。その新車当時に入ってきたバイクなんですか、これって。なんですかね、日本に入ってきたのはどうなんですかね。あ、入ってきたのは新車で入ってきますよ、ね、あ、新車で入ってきたんだ、うん、あ、そういうこと。じゃあ前の、まあ、日本人のオーナーがある程度、うん、そうですね。あ、そういうこと。なるほどね。へえ。結構ハンドル遠いですか？まあ、遠いように見えますね、でも慣れちゃえば全然。この他にもバイクも持ってるんですか？まあ、ありってはありますけど、ほとんど乗るのはこれ。いや、そうですね、これしかあれなんで、そんな何台も乗らない。あ、そうですね、まあ、体1個しかないですからねこれはでも目立ちますね、遠くからでもすぐバレちゃいますね。ああ、この間あそこにいたろうってね。すごいですね。ありがとうございました。はい。